水族スパチありがとう。えー、ビッセルファンでも、えー、気づきませんでしたし、木崎さんスカウティングの選手をドイツから呼んで、練習か、えー、参加させる計画まで暴露してたので、激詰めしてください、お願いします。<laughs> ビッセルね、それで言うとね、優勝したし。そうだ、そんな話、あれ見た、あのみんな。大迫がさ、優勝の理由みたいなやつで、結構なこと言ってたんだよね、この、これ。ビッセル神戸優勝に貢献した大迫やが生チームが団結した理由と。 イニスタ対談の影響みたいなそうアンドレスがいなくなった時ぐらいから責任感は増しました。監督のタカさんが吉田之監督ね。頑張るやつを使うっていう感じだったので、そこが一番大きかったのかなと思います。今まではっていう。<laughs> あれそれってっていう。<laughs> あれそのファックスでスタメンを送られてくるから、その頑張ってるかどうか関係なくなるやつじゃないですかそれっていうね。<laughs> 本業の業績がやばいから、そっちにつきっきりで。 ね、口出せないみたいな話聞いてましたけど、それは本当なんじゃないですかっていうで。こういうことだよね、おしむさんのね、ジェフもそうで、本当に練習のパフォーマンス、試合のパフォーマンスしっかり見た上で、そうなるからみんなモチベーション高かったみたいなね。もともとね、野球の楽天の方もそうだったっていうしな。で、あといいのがもう、あれなんですよ。やっぱ日本人フォワードを使ってるんですけど、外国人みたいな選手じゃないですか、大阪とか。 武藤、まあ、はフォワードで、まあ、サイドだったりするけど、外国人選手を使う上でやっぱ一番の問題は目線を揃えにくいっていうか、戦術的なところだけじゃなくビジョンの共有がやっぱ難しいんですよね。で、それを圧倒的なこの質で、ちょっとプレスの連動だったり戦術的な立ち位置とかは仕込みきれないけど、それでもそいつにボール行ったら状況変わるよねっていうので起用されてるじゃん。っていう選手が戦術的な連動もできて、で、イニエスターいなくなって、で、チームの目線もかなりその、 前線にまず預けるみたいなところで揃ったみたいな。で、加えてチーム全体のモチベーションが上がる一番大事な頑張ってるやつが使われるようになった。使われるようになった。親 <laughs> っていう <laughs>、すごくね、いいことを聞きましたって感じでしたねえ。原口元気、神戸行くかもしれないんだ。ね、海外からの出戻り組の選手がね、神戸で活躍してるから良さそうですね。えー、中谷がんばか。